おはようございます。レイです。11月10日木曜日の今日は無電柱化の日です。景観や防災などの観点から電柱をなくす無電柱化を目指している無電柱化民間プロジェクトが制定。電柱がなくなることで景観が良くなり、観光の振興に役立ち、巨大地震などに対する防災機能が高まることを広く世の中に知らせることが目的です。日付は11月10日を1110として、1を電柱に見立てて、それが0になることを願って定められました。私が住む、長野県も観光事業が大切な資金源となっていますが、無電柱化工事は昔から声が上がっていたんです。長野市も近年無電柱化工事が進んでおりまして、その景観は大きく変わってきました。景観に配慮した街づくりをしている市町村も増えまして、無電柱化された商店街などを多く見かけるようになりましたね。もちろんね、景観の大切さもなんですけれども、防災にも目を向けた街づくりが重要視されていますね。防災意識と景観の美しさを兼ね備えたこの取り組みというのは全国でも広がりを見せておりまして、無電柱化の重要性がさらに注目を集めています。それでは皆さん、今日も良い一日を。